元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵の高彦です。今回はですね、合気道における崩し、これにですねちょっとフォーカスをして話を進めていきたいと思います。これはどんな武道でもですね共通していると思うんですね。相手の体勢を崩す、崩せばなんとかなる、でかいやつも力強いやつもなんとかなる、まあ、この崩しにちょっとフォーカスをして今回はお届けをさせていただきたいと思います。4つに分けたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは早速お届けいたしましょう。さて今回のテーマなんですけれども崩しです。先ほどご案内したように柔道にもありますよね、タブ道にもあるんですよ。崩す、崩せばなんとかなるんですよ。崩せば相手は無力化する。どんな力があるやつでも無力化する。相手力が入らないんですよ、崩れれば。力が入らないからそこで投げに行くとか抑えるとかね、そういうことができるわけですよね。ですからどんなに大きくてもでかくても力が強くても、たとえゴリラであってもクマであってもですよ、崩すんです。いつもね最近考えんだよ。まずでかいやつどうやって崩そうか、そして力が強いやつどうやって崩そうか、いつも考えてる。考えた先にですねゴリラだったらどうしようかなって考えるんだったらおかしいよね。ちょっと言っちゃってますけど、私最近言っちゃってるけど、そう考えると面白いのよ。ゴリラが来たらどう戦おうかとか、クマが来たらどう戦おうかって考えるんですよ。でも彼らは足が4本あるんだよね。4本あるからちょっと違うんですよ。だから人間と同じように崩しても崩れないと思うんだよ。足が4本あるから。人間の場合は足が2本しかないから崩れる角度を探るんだけど、彼らは4本あるでしょ。これ崩すの難しいよ。じゃあどうしようかって考えるんですよ。ちょっと脱線しますけど、どうしようかと考えるとなるとさ、クマであったりゴリラであったりもしあったら逃げちゃダメだと、どんどん追ってくるぞってことなんですよ。だったら懐に入るしかないなと、一撃で入って刺して殺すしかないなって、クマであってもゴリラであってもと思うんですよ。中に入る、懐に入るってことです。これをね今度人間に考えると、対打撃だよねと思ってきたんですよ。打撃だから今回の崩しのテーマの一つに打撃に対する崩しも入ってるんですよ。崩しもだからゴリラとかクマが来たら懐に入るしかないでしょ。人間と同じように崩そうと思ってもやつらは足が4本あるから絶対踏ん張ると、同じようには崩せんと思ったら懐に入ろうと思ったんですよ。これと同じことがおそらく打撃においても言えるんじゃないかなって思ってきたんです。ですから今回の一つのテーマは打撃に対する崩し、これも入ってるんですよ。で崩しはいろんな崩しがあります。岩まま横に入るんです。横に入って崩していくんですね。昔は比較的直線的だったんです。それでも崩しはあったんですよ、ね、で少しずつ戦後王先生がですね技の完成を目指して、最終的には横から入れっていうようになったんです。まあ、分かりやすいのが四方投げ。昔は比較的正面から入っていったところがままならなくなってね、斉藤よお腹の力を使うんじゃっつってね、お腹の力を使えって、でも先生入れません、斉藤よ横から入るんじゃってなって、最終的には岩間は崩して横から入るっていうのがこれが定番となりました。横から崩す、これももちろんありますね。で黒岩先生ね、前もちょっとご案内したボクサー出身の黒岩先生は縦に崩すって言ったんですよ。縦に崩す、1強から4強は縦の崩しだって言ったんです。あの方は手首をうまく使ってバランスを崩して、そして入っていくんですね。これもね私にとってはすごく新鮮だったの。これ面白いと思ったんですよ。ああ黒岩先生やはりボクシングから来てるなって、からすぐにね、この場合はね、例えばアッパーになるよとかね、これはフックになるよとか、これはストレートになるよ、力はストレートなんだよっていう、そういった考えなんですよね。だからすごく新鮮だったの。それね使ってみると確かに面白い、こういった崩しあるよねって思ったんですよ。これ縦に崩すでしょ。で黒岩先生は横の崩しは四方投げであるっていうふうな表現されてるんですよ。校庭の方々はそれぞれやはりね自分なりのねポリシー持ってるよね。で斉藤先生はやはり岩場を守るっていうことで忠実に王先生の技を再現してくれました。これはこれですごく尊いし、あ最終的にはここから崩すんだなっていう、そんな感じ。さらには当て身っていうのがあったんですよ。まあ、あの戦後ね殺傷能力というのをなるべく封印化しなきゃいけないということで、
当て身というのは徐々に姿を消していくんですけれども、岩場には残った、陽神館にも残ってるんですよ。岩場も横に崩す時に必ず当て身を入れるんですよ、顔面にね。これはちょっとフェイント的なものなんですけど、顔面に当て身を入れることによって意識をこっちに向かすんですよ。その間に横に崩していくからガガガってなるんですね。これのうまかったのね、人平先生。この先生のね、崩しは最高でしたよ。突然ですよ、突然。ある日突然すごくなった。そんな印象がありますよ。昔もすごかったんだよ。でも、しばらくぶりに会った時に、よりすごくなったんですよ、人平先生の崩しが。うわ、すげえと思って。ここまで崩すのっていうぐらい崩されるから、もうあと何もできないんですよ。それだけすごいんですよ、崩しっていうのは。もう何もできない。本当に無力化なんですよ。これをどういうふうに作っていくかなんですね。で、当て身で崩してもいいですよ。昔はだからその当て身があったんですよ。私がね、武道練習ってやつをたまに見せたじゃないですか。あれ必ず当て身が入ってるんですよ。斉藤先生はたまにこれをね、分解して教えてくれました。いいか、ここに当て身が入るぞ、ここでも入るんだぞ、これも入るんだと。一挙でもここに何箇所もあるんですよ。ここに当て身が入る、ここに当て身が入る。要はそこで崩しちゃうんですよ。もし踏ん張ったら当て身で崩してもいいんですよ。さまざまな崩しの仕方があるんですよ。これで絶対ってことはないと思います。やはり10人十色って言うでしょ。いろんなタイプの人がいるんですよ。縦に崩してダメだと横に崩すとか、それでもダメだったら月をくれてね、当て身入れで崩す、何でもいいんですよ。とにかく崩さないと、相手を崩せないと、体勢を崩せないと投げにいけないし抑えられないんですよ。自分に力があればいいですよ。でもゴリラが来たらどうするの、クマが来たらどうするんですよ。自分よりもはるかにパワーがあるでしょ、動物だし。彼らをどういうふうに仕留めるかってなったら、私はもう中に入ろうと。これが打撃なんですよ。打撃できた、打撃できたやつをどういうふうにして、その打撃に対してさばいて相手を泳がすかってことですよ。泳がす、泳がさないとやはりもう私がかつてやられたように袋叩きに遭ってしまいますよ。だから私が中に入っていったんですよ。これはゴリラとかクマを想定すると中に入るしかないっていうふうに思えたから、それと同様だというふうな認識ができたんですよ。できたの。だから打撃においてはね、中に入って崩していこうってことなんですよね。それにはやはり当て身も必要かもしれないなっていうことなんですよ。そういった意味でね、いろんな観点から崩しというテーマで勉強すると様々なものが見えてくるんですよ。これね、皆さんにもぜひね、勉強してもらいたいし、あ、そういうことなのって気づいてもらいたい。まあ、気づいてもらいたいって偉そうに言えないんだけどね。言えないんだけど、ただ、私は結構研究するのは好きなんですよ。こういった場合どうなるのかなとかね。うん、それでね、黒岩先生の手首の返しで、こういった返しも確かにあるよね、こういった崩しもあるよね、これ崩しで持っていけるよねって思ったんですよ。これ海岸なんですよ。だったら使ってみようってことなんですよ。良ければ使いたいってのは私なんですよ。陽神館にも木の研究会にも止め切り用にも様々な素晴らしいところがあるんですよ。これを私はいただいておうっていうことなんですよ。だからどんどんいただいてます、私で。そこにも、例えば富木流にもですよ、木の研究家にも様々な崩しがあるんですよ。これもまたね、勉強していくと非常に面白いと思うんですね。で、今回は縦の崩し、そして横の崩し、そして、まあ、当て身による崩し、そして打撃に対する崩し、これをちょっとご紹介させていただきました。さらに言うんであれば、胸取り、肩取り、もうこれもですね、取られた瞬間に崩す。いざっていう時に掴まれて、ふうなんてやってるやつでやられちゃいますからね。だから掴まれたと思って押してきたらそれをかわす、それを崩す。で、引かれたらこうやって崩す。逆にその時はもう頭に入れちゃうかもしれない。いろんなこのレパートリーがあるじゃないですか。それを自分なりにこうイメージトレーニングをするというかね。で、イメージトレーニングをするためには、ね、一人稽古って最高なんですよ。あ、こういった場合どうだろうか。これ対人でそれ試してみようかとかね。あ、じゃあもう少し密着した方がいいよねとか、90度体を転換させると崩れるよねとか、やはり半身の腰だよねって、いろんなことが出てくるんですよ。想定できるようになってくるんですよ。それをね、対人で今試してるんですよ。私の家の筋トレ、ものすごい力自慢がいますから、力いっぱい持って抵抗してくれと、押してきて引っ張ってとか、いろんなことをやってるんですよ。だから、あ、ここでこうやって崩れるよねとかね、そんなことをね、力自慢と一緒にやってるんですよ。抵抗してくれよっていうふうにやってます。これね、非常に面白いです。で、崩せばそんな力自慢でも抑えられるし、投げに行けるしできるんですよ。
これをねちょっと皆さんにもぜひね味わってもらいたいなというふうに思ってます。横に崩すんでは崩れる角度がありますから、角度を探すってことですよね。合わせ角度半身ってよく佐藤先生も言われてましたけど、角度、これね相手が崩れる角度を探すって意味だろうなって私は解釈してるんですよ。それをどういうふうにして見出すか、これ勉強ですよ。これが修行なんじゃないかなっていうふうに思います。だからもう究極はね、打ち込まれた瞬間にも崩れてる、持たれた瞬間に相手は崩れてる、そこまで持っていきたいと思うんですよ。やはりそれができたのが上島森平王先生ね、王先生であったりねだと思うんですよね。そういった皇帝の先生ってのはそこまでのレベルに達してると思うんですよね。だからそこまで私もどれぐらい年月がかかるか分かりませんけれどもね、求めていきたいなというふうに思ってます。今回はですね、合気道における崩しというテーマでですね、ご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー